すも城じょ城は、淡路国津名郡なぐにある日本の城跡。別名三熊城。国の史跡に指定されている。1526年、三好氏の重臣、うしあたかおさむきが築城した。おさむきの後は、養子や竹冬、ふ氏、冬、す氏しは、長男、信康、次男清康へ受け継がれ、1581年のあわ討伐の際、 総大将、橋場秀吉に降り、城は、戦国秀久に与えられた。しかし、秀久は、九州征伐の際に、軍律違反を犯して、高野山へ追放され、代わって、脇坂安治が城主となり、天守が造営されるとともに、石垣の大改修の際、馬城での経験から、上り石垣が築かれた。江戸時代になり、姫路城主、池田照正の三男忠夫が、 領主になった際に廃城となり、まず岩屋城、次に、由良青山城に居城する。これは、関ヶ原の戦い以降も、豊臣方大名の動きを牽制するために、徳川家と遠赤関係にある池田市に張り花田と大阪湾、一帯を防衛させるためとされる。大阪夏の陣の後、徳島藩の蜂塚市の所領となり、筆頭画廊の稲田氏一族が、由良城代となるが、 交通の便が悪いなどの理由から1631年から1635年にかけて由ら城を廃して洲本城に再び本拠を移した。この移転は城下町ごとの大移転であったため族に由ら引けと呼ばれている。現在は車、池、石段、石垣、矢倉跡などが残る。天守台からの眺望、大浜を大幹と三熊山東側展望台からの マリーナを展望は、スモ八景の1、2に選ばれている。現在ある、模擬天守は、1928年に五大天を記念して、鉄筋コンクリート製で築造されたもので、江戸時代の天守を復元したものではないが、模擬天守としては、日本最古のもので、展望台に特化した建物である。ゆら引け以降に築かれ、明治まで続いた、下の城とは、 史跡としては全く別の時代のものと考えられ、上野城と分類されている。上野城は1999年1月14日、国の史跡に指定され、下野城も洲本市の史跡に指定されている。下野城の跡地には、かつての洲本城に関する資料を展示する洲本市立、淡路文化資料館などがある。上下の城をつなぐことで防御力を高めた、り石垣という全国でも、 数例しかない珍しい遺構が良好な状態で保存されていることが評価され、2017年4月6日、続日本100名城に選定された。近年、石垣のライトアップや周辺の樹木の伐採を行うなど整備が行われている。2011年3月初めに模擬天守の壁面にひび割れが見つかり、補修工事を行うことになったため模擬天守への 立ち入りは禁止されていたが、2013年3月から本格的に改修工事が行われ、9月までに屋根瓦の吹き替えと耐震補強工事が完了した。改修後の模擬天守は展望台の機能は失われている。洲本城からの眺望家の城の迎賓館として建てられた金天閣が、明治初めには淡路高等女学校に移築されて、作法室として使用され、 その後す元八幡神社境内に移築されている。ありがとうございます。